私掃除とか断捨離がすっごい好きで、いいと思います。なんかお家来たら大体物少なって絶対惹かれるんですよ、友達に。でも女子は物多いもんね。こまごましたものとか、うん、絶対いらないって思っちゃうんですよ、うん、なんか雑貨屋さんとか行っても、うん、なんかその飾り、うん、とか使わない、うん、なんか使うか使わないかでもう分けちゃってて、うん、これはいらないって思ったら買わなくて、うん、物が少なくて惹かれるんですけど、それは直した方が、いやそれは世の中のもう流れじゃないですか。あ、流れですか。僕もそうなんですよ。僕はもう家も辞めちゃったんで、まあ、いろいろ問題があって、はいはい、家があると何かあった時に、うん、週刊文春とか来るんですよ。そっちの面で嫌だってことですか。そう、フライデーとか来るんですよ。はい、家見つけられると鬱陶しいんですよ。え、でも点々としたらずっとついてきません？うん、全然だから点々としたら分かんないですよ。え、それが一番のステップですか？それは一番の目的です。あ、そうなんですね。それで家を辞めて、はい、家を辞めてるから、まあもちろんよく泊まるホテルとかには置いてあるんだけど、うん、荷物とか、はい、でもスーツケース4個分ぐらいしかない。あとはそういうなんかアクティビティ用のなんかスノーボードやったりとかゴルフやったりとかするから、そういうのをなんかトラックルームとかいろんなものを活用して管理してもらってる。だから僕もないですよ、全然。アクセサリーもつけないし。あ、そうですね、はい、超シンプルです。もうなんか最近うちのお店でアパレルまで出しちゃったから、はい、これもそれなんですけど、だからなんかもう T シャツとかもうちの店のものみたいになっちゃってて、今度パンツとかも作ってるから、パンツとか多分靴下とかいろいろ作っていくから、多分自分ところの全部それになっちゃうと思います。でも一番いいですね。ハイボールも最近こればっか飲んでる。私プロデュース力とかないんで、自分で作ったら絶対売れない自信あります、うん、でもとにかくあれですよね、だって物好きじゃないんだもんね。だって別にね。そうですね、いいですよ。だからシンプルライフすごくいいですよ、素晴らしい。え、物とか全然買わないですか、もう自分で。いや買いますよ、たまに。あ、それはどういうのを買う決め手みたいなのは何なんですか。いや、とりあえず新しいものを試す。あ、で試して買ったらあげちゃうみたいな、うん、あ、もう自分で試したらもういらないってことですか、うん、ずっと使ってるものって iPhone とか これとか、はい、ここにもなんかマネークリップとか。あ、マネークリップもうちのブランドなんですよ。自分が必要なものはもう作るっていうスタンスなんですね。いや、作るようになってる。私なんかもう人のお家とか行くとマスクとかも作っちゃいました、ね、え、すごいですね。アディダスとコラボして。ちょっとアディダスとコラボはすごすぎます。僕アディダスラバーなんで。あ、そうなんですね。靴もアディダスだし、あの僕高高幅広なんでアディダスしか入らないんですよ、はい、あ、形がありますもんね。ナイキが入んないんですよ。きついんですよ、足がなんか細い。履きたいけどってことですか。履けないですね、いつも痛くなっちゃう。もう 26.5 センチぐらいなはずなのに、はい、ナイキだと28センチでも結構きついんですよね。そう、高高幅広っていうやつです。日本人結構多いです。だから僕はだいたいデジタル系のものはずっと使うものはほとんどなくて、だいたい買ったらあげちゃう。回してください。いや、まあ、あんまり回すものないかなと思いますけどね。私も使いたいです、うん、どれぐらいの期間試すんですか。何を。どれぐらいの期間その買ったものを試すんですか。だいたい1回で終わります。あ、1回だけなんですか。え、もう1回繰り返そうとか全く思わないんですか。まあ、あんま思わないですね。すぐ飽きるだろうなと思って買うんで、でもほら、試さずに文句とか言えないじゃないですか、うんうん、そこまで多分何年か使っちゃいます。あ、そうやって慎重になってるんですね。なんか買う時もすっごい慎重になります。何回も。でも手には持ってこれは必要なのかっていう。僕はもう全部ネットで買うんで、まあ、逆に言うと Amazon にないとあんま買わないですね。たまにおしゃれなパンツとか、これはファーフェッチっていうので買ったんですけど、はいはい、ファーフェッチって知ってますか。知らないです。あるんですよ、そういうサイトが。はい、なんか世界中のなんかセレクトショップとかから、あの、だから日本で発売してないようなアパレルとかそういうのが買えるサイトがあって、そこでたまにまとめ買いしたりとか。でも大体アマゾンです。アマゾンになかったら買わないですね。え、それも全部アマゾンにあるってことですか。いや、ファーフェッチは違いますけど、うん、あとは大体アマゾン。なんか私アマゾンで買い物するんですけど、なんかたまにサイズ全然違う時とかありません。まあそれ諦める。あとは俺 あれを使ってないんですよ。ポケットっていう、サマポケっていうサービスがあって、サマポケっつってなんか段ボール箱が送られてきて、はい、そこに、あ、断捨離好きじゃない。好きです。だからもうなんかアパレルとか使わない、これ着ないなとかっていうのを全部バーって入れるの、はい、そこに一箱月なんか300円とかなんか500円だかなんかそれぐらいで預かって、今だと夏物を、はい、春夏物の服を来年もまた着るやつをパッケージ入れて入れるじゃん、はいはい、でも、あ、もうこれ着ないかなと思ったやつはポチポチやるとスマホでヤフオクに出してくる。
しかも自分の名前じゃなくて出してくれるから、まあ、手数料取られるんだけど。もう入れてるものもちゃんとリストにされてるってことですか？そう、あの要は倉庫に届いたらアンパックして、うん、で全部写真撮影してくれてスマホの中に全部入ってます。え、もう一回名前教えてください。サマポケです。サマポケです、はい、いやだからなんか多分都内に住んでる人とかは、都心に住んでる人は家賃一坪あたりいくらって分かるでしょ、はい、一坪1万とかするわけじゃん、うんうん、でもそれをなんか倉庫スペースに使ったりとか物置くのに使ってたらその分なんかもったいないじゃん、うん、もう荷物を少ないんだったら狭いとこ住んで、荷物とか本当に必要なものはそのサマポケに預けるっていう、うん、であのピッてやるとその次の日とかに段ボールが送られてきて、もう週間の伝票もついたやつが送られてきて、過去にもバババって入れて、あの軒先に置いてたら宅急便取りに来てくれて、めちゃくちゃいいですねそれ。ああけど結構前からあるよ。あ、そうなんですか。全然知らない。私もうひたすらゴミ袋にボンボン入れてましたもったいないじゃん。もったいないですよ。でもメルカリとかで売るの大変じゃん。大変ですよね。しかもさ、ちょっとさ、はい、有名じゃん、ちょっとだけ。あ、ちょっとだけなんですけど、うん、だから有名じゃん。だからやっぱりさ、なんか気持ち悪いじゃん、なんかファンの人が買ったらってことですか。そう、ちょっとなんか嫌じゃん、なんかバレますかね。バレるよ。え、本当ですか。バレるよ、ネットのストーカーやばいよ。え、じゃあ多分私怖い、本当に怖い。住所とかマジでバレる。だから、まあまあ、もちろんメルカリはそういうその匿名で送る機能もあるんだけど、ありますね、そういうのをちゃんと活用しないと本当バレちゃうから。でサマポケのサービスはすごく そういう意味だべ。全部匿名でやってくれるってことですね。そうですよ、全部やってくださるってことですね。そうそう、その倉庫会社がやってくれるんで。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいんですよ。だからなんでみんな使わないのかなと思って、多分意外と知られてない気がします。そうですね、宣伝力がないですね、なんかねなんかね、いや、まあ、社長前から知ってんすよ。あ、はい、そうなんですよ。そいつはなんか GQ って雑誌で編集者やってたんですけど、僕の担当で、僕が表紙やったことがあって、その時の担当がそいつで、はい、で、俺さん僕も起業したいんですよとかって言ってたら本当に起業してそれをやってんです、うん、断捨離サービスみたいなやつ、うんうん、俺結構紹介してん。そしたら結構みんなこれ便利ですね、なんでこんなの、あの知らなかったですっていう人が多いですよね。多分周りも多分知らない方多い。全然宣伝してないからね。で堀江さんが多分宣伝したら一気に広まる気がしますけど。でかといってさ、俺に宣伝費用とか払ってくれないからケチなんだよね、あいつ。もう僕は基本断捨離なんで、たまにそのサマボケに買ったけどほとんど着なかったなとかは、うん、ダンボール箱3つとかにガタガタって入れて送って、はい、であとポチポチポチってやったらヤフグに勝手に出してくれるから。いいな。俺もなんか結構今サマボケ残ってんじゃねえかな。もうアプリなんですか？え、アプリ？だから言ったじゃん、アプリがある。まあでももう俺相当売っちゃったからほとんどないけど、今入れてるのは着物セット、浴衣。浴衣です。浴衣って年に 1,2 回しか着ないじゃん。着ないですね。この。それ以外は売りました。多分今俺いくら入ってんだろう。お金が多分入ってて、ほら26万円入ってた。ちゃんと額入ってた。あ、だからこれはその売ったやつよ。だいぶ売りましたね。だいぶ売りました。あとほらたまにしか。つけないネクタイ。でも季節物とか預けておいたらすごい便利かもしれないですね。ドレスとかさ。そうですよね。ね。すぐ来るんですよね。次の日とかに来るんですか？戻してほしいとか。多分。オーダーつって追加でボックスを取り寄せるみたいな。でさっき写真あったでしょ？あれも全部こっちで、あの向こうで撮ってくれる。それもめっちゃ写真綺麗だから分かりやすいですね。そうなんです。なんか私自分でなんかこうメルカリとかで出品しようとか思う時あるんですよ、たまに。もう写真が下手くそすぎて何も分かんないです自分で。上手だなって思いました。自分でも分かりやすくていいですね。じゃあちょっとそれを活用していきます。私はもっと物を減らしたいので、メモをあんまり取らない話についてお話をしたいなと思います。まあ、あの世の中はね、手帳とかメモとかすごくブームで、まあ、僕も仲いい前田裕二が、メモの魔力っていう本を書いたりとかですね、 GMO っていう会社の社長の熊谷さんっていう人が夢を叶える手帳とかですね、そういったものを出してて、あれですね、ほぼ日ってあの糸井重里さんがやってるあの会社なんかもほぼ日手帳っていうのを出したりとかして、手帳ってすんげえビジネスになるの分かるんだけど、俺手帳使わないんで手帳ビジネスにあの参入できないのがすごく悔しいんです。悔しいんですけど手帳使わないんでやっぱ無理なんです。実はサウナとかもサウナーも流行ってるじゃないですか。サウナーになりたいんですけど、やっぱサウナが楽しくないんですよ。なのであの本当条件がこう整わないと無理なんですよね。まず30分ぐらい、まあ、15分以上、最低でも15分以上あのサウナの中に入んなきゃいけないんだけど、そのモチベーションが僕保てないんですよ。僕タバコも吸わないんですけど、タバコ吸う人がよくあの喫煙室に行ってだべってるじゃないですか。なんかもう悔しいんですよね。だけどタバコ吸わないんであそこに入れないんですよ。
同じように僕手帳とかメモとかほぼやんないんで、あのその輪に加われないのは悔しいんですが、僕はそれを今貫き通してます。僕メモ帳捨てたのはもう多分20年以上前ですね。僕会社を作った時2年目ぐらいまでメモ帳使ってたんですけど、3年目ぐらいから、うちウェブの制作の会社だったライブドアの前身の会社ですけど、自分でスケジューラーみたいなのをウェブアプリで作って、でちょうど i モードが出てきた時なんですよね。i モードってもう若い子たちは知らないと思いますけど、ガラケーで一応なんか白黒のめっちゃちっちゃい画面で文字ベースのインターネットが見れます、のウェブサイトが見れますみたいな感じのシステムだったんで、幸いのことにですね、 i モードのコンテンツ第1号を私たちの会社で作ったりとかして、利便性が高いことが分かったんですよ。ドコモって携帯電話でパケット網っていう、まあインターネットと同じようなパケットっていう仕組みを使ったあのネットワークを使って作ってたんで、すごくそのインターネットと親和性があったんですよね。で、それをうまく使ったのが i モードで、 i モードですごくウェブアプリに簡単にそのアクセスできるようになったんですよ。社内用のスケジューラーを、まあ、あの登録した人だけ外からもその i モードのネットワークからも見れるようにして、僕 i モードのスケジューラーを自分たちで作って自分で作るような。 i モードって本当になんかめちゃくちゃプリミティブなんだけど、なんか1行2行のメモが取れるような機能もついてたんですね。だからもうそれで僕手帳いらなくなっちゃったんです。だそれ以来僕ずっと手帳使ってなくて、まず手帳使う理由っていうのは、一つはメモ、一つはスケジュールじゃないですか。でスケジュールは僕社長だったんで、あのみんなにこう社長とのアポとか取引先のなんか大事な人とのアポとか、そういうのはあの全部僕に確認、いちいち確認されると困るんで、共有のスケジューラーを開放、社員に対して開放してて、社長のスケジュール自由に入れていいようにしてある。まあ今でもそうなんですけど、今はね自分でもう独自のアプリなんか使わなくてよくて、 Google カレンダーとかを使えるんでそれを使ってますけれども、 iPhone のねカレンダーがあるんでそれとも連携して、すごくシンプルなんだけど、みんなカレンダーアプリとか入れてんだけど、僕カレンダーアプリ入れてないんですよ。もう iPhone に元々ついてるカレンダーを Google カレンダーと連携させて、もうそれしか使ってないんですよ。めちゃくちゃシンプルだし、機能は限られるんだけど、スケジューラーなんていうのはシンプルであればあるほどいいんです。だから僕は今スケジュール管理はそれを使ってます。特別な iPhone アプリとかそういったものを入れずに、デフォルトのアプリ、そして Google カレンダー、そしてメモに関してなんですけど、僕ほとんどメモ取んないんですよ。でなんで取らないかっていうと、忘れちゃうことっていうのは重要じゃないことだと思ってるんですよ。いや忘れてしまうぐらいのことなんですよ。あのメモってほぼ読み返さないじゃないですか。僕自分が出たテレビ番組も自分が書いた本もあの一切読み返さないんですよ。メモも同じで、家のそのタンスにしまってある着なくなった服みたいな感じでもう永遠に着ないんですよね。忘れてしまうようなことっていうのは重要なことじゃない。たくさん情報をインプットして、新しい面白い情報っていっぱいアップデートされてるんで、もう忘れてしまうようなアイディアっていうのはもう捨てちゃっていいと思うんですよ。もうこの時代っていうのはアイディアには価値がなくて、アイディアなんていうのはマッシュアップでインターネットで SNS でこうスマホでつながってるじゃないですか。そうすると多分自分が考えたすんげえ画期的なアイディアとかっていうのは大体100万人ぐらいは世界で考えてます。まあ、今回もね俺なんかびっくりしたんだけど、クラブハウスっていうあの音声 SNS みたいな流行ってるじゃないですか。あれを見て僕のタイムラインに板倉雄一郎さんの名前を久しぶりに見て、あのハイパーネットの板倉雄一郎さんです。多分40代以上の IT 関係者しか分かんないと思いますけど、社長失格って本を書いた方なんですけど、その人がボイスリンクっていうのを俺は8年前に発明してたんだ、クラブハウスを知って落ち込んだよ俺は、なんで俺の時は失敗したんだみたいなこと書いてあって、相変わらずこの人って芸風が変わらないなっていう。あのハイパーネットっていうあの無料で、まあ、ダイヤラップ接続でインターネットにつなげるみたいなやつを彼は開発して、これはすごいんだみたいな話を僕初めて会った時にされたんだけど、誰でも考えつくようなアイディアなわけですよそんなと僕は思う。特にもうインターネット SNS スマホの時代はもうアイディアなんかもう、アイディアっていうのは自分が 100% オリジナルで作るもんじゃないでしょ。先人たちがいろいろ開発した技術とか発明の上に僕たちの発明というのは成り立ってるわけですよね。だからそう考えたら、そんなね、大体みんな考えることって似たり寄ったりになるんですよ。音声版の SNS さんがみんなね、多分ね、全然ね、やってんですよ。考えてるし、作ってるやつも多分いると思う。でも作って、あんだけ使いやすいものをやって、それで初めて評価されるわけであって、今はアイディアよりも多分実行力の時代だから、なんかクソみたいなアイディアを大事になんかこう絵とか描いてさ、メモとかしても意味がないです。正直意味がないです。僕はだから僕のメモ帳とか見たら分かりますけど、もう本当に1行とかしか
書いてないんですよね。こんな感じなんですよ、僕の。こんな、別になんか大した内容じゃないから。剥がせる壁紙、唐揚げ専門店、グリルグリーン、京都カレーって書いてあって。まあこれどういうことかっていうと、剥がせる壁紙があるらしいんですよ。よくほら、引っ越し先とかで壁紙を変えたいんだけど、なんか原状回復でお金取られるとか、なんか思うじゃないですか。でも今剥がせる壁紙っていうのがあって、すごく自由自在にインテリア変えることができる。そんなのあるんだとか、僕最近ね、ほらホテル住まいだからそういうの知らなかったんですけど、剥がせる壁紙とか唐揚げ専門店が今すごい流行ってるの知ってます？皆さん、グリルグリーンっていうのは京都のめちゃくちゃ美味しいカレー屋さんらしいです。京都行った時に行こうかなと思って書いてます。でもそんな程度、僕のメモはこんな感じです。酔っ払った時に人から聞いた話とか忘れそうなんで、とりあえずメモってみましたみたいな感じなんで、このガラケーの時代から変わらないです。で、あともう一個言うと、僕はメルマガとかも全部、もう最近ね、毎日更新してるノートとかもこんな感じで僕書いてるんですよ。これ全部フリック入力で書いてます。今のスマホは辞書がクラウドだから、コとかって入れたらコロナウイルスとか出てくるわけです。最先端の情報をアップデートして全部辞書に落とし込むようになってるから、もう今やネットに繋がってるスマホのアプリ のスマホのテキスト、メモ帳アプリの方が全然強いんですよ。キーボードとかで原稿書くのとか、僕はっきり言って時代遅れだと。ということで、皆さんフリック入力を覚えましょう。スマホだ、そう、僕パソコンも使ってないですから。パソコンも今もう一切使わなくなりました。最後に残ったのはエロ動画を見ることだったんですけど、最近もうエロ動画もスマホに完全対応して、 dmm.com とかもですね、スマホに対応してですね、もう完璧になったんで、もういらないです。